はい、お願いいたします。はい、皆様こんばんは。5月22日金曜日のサッカーキングハーフタイムでございます。小松です、よろしくお願いいたします。そしてですね、金曜日なんですけれども、本日ゲスト2名、お招きしておりますということで、まずお一方目は、カターレ富山強化部長黒部輝明さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ご無沙汰しておりますということで、僕はちょっと初めてなんですけれども、お手柔らかによろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、そしてお二方目はガイナーレ鳥取強化部長の吉野智之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、吉野さん初登場ということですかね。そうですね、はい、はい、初めてです。はい、ぜひよろしくお願いいたします。ゆるい番組ですので、お気になさらずといえばあれなんですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、そうなんです。僕もですね、久々にゲストの方をお招きして、最近ずっとこの形でリモートで編集部の人間と喋ってる配信が多かったので、ゲストの方お招きしては久々になるので、ちょっと、進行に徹したいなと思いますので、お二人の軽妙なトークをぜひお願いできればと思っております。はい、黒部さんお願いしますね。はい、どんどん突っ込みます。よろしくお願いいたします。いろんなこと。お互い様です。はい。はい、楽しみましょう。そうですね。いい時間に過ごさせていただければと思います。結構待機してらっしゃる方もいらっしゃっていて、質問コーナーなんかも後で設けたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと、はい、思っております。黒部さん、1年ぶりぐらいとかですかね、ご出演。そうですね、いつも大体開幕の後ぐらいに呼んでいただいて、はい、で開幕の前後ぐらいで、J リーグってどんな感じですかって、今年どうなりますかねみたいな話を毎年させてもらってましたね。今回ちょっと開幕前にちょっとね試合できないって状況になっちゃったので、ちょっと伺えなかったんで、こういう状態になりましたけども、はい、はい、吉野さんはこういった番組に出たりとか、何かクラブ広報活動みたいなのとか結構積極的にされたりとかされてらっしゃるんですか？そうですね、基本的にはあんまり表に出ないようにはしてるんですけれども、うちは野人こと岡野もいますし、まあ彼が中心となって社長含め前に出てもらってるんですけども、こういう状況で、はい、今クラブでもできることをどんどんやっていこうということになりましたので、協力できることはしていきたいなと思って、今回の話もお受けさせていただきました。僕も直接聞いたところではないんですけれども、黒部さんの方からオファーがあったみたいな噂をちょっと聞いたんですけれども。はい、そうですね、突っ込みやすいからオファーを出させていただきました。自分主導で動けるなと思って。ああ、なるほどですね。そう、なんか黒部さんからお話いただいて、今日の今に至るまで、なんで私にオファーいただいたんだろうって、本当に自問自答しながら時間を過ごしてました。黒部さん、なんでまた吉野さんお声掛けしたんですか？まあ、突っ込みやすいっていうのをお話いただきましたけど。いや、広報とね、いろんな話をさせていただいてて、で、まあ、共通の話題いろいろある方が楽しいだろうとでなった時に、共通点めちゃ多いな、これ鳥取っていうのがあって、で吉野君だったら言いやすいぞって話になったんですよ。で、もともと開幕戦のね予定がうち鳥取だったので、そういうところもあったり、監督同士が一船の先輩後輩だったり、うん、いろんなつながりがちょっとたくさんあったので、ネタたくさんあるなっていうので、この子が一番いいぞっていう感じでオファーを出させていただきました。はい、お二人は関係性としてはどのあたりがスタートになられるんですか？なんかあれだよね、強化部長っていうか、この仕事をしだしてからすごく話すようになった感じです。そうですね、強化部長になってからですかね、話をさせていただくようになったのは、いろいろと そっちの方でも共通点がいろいろありましたんで。
結構こう業務的なやり取りもそうでしょうし、まあ何かねアドバイスしたりされたり、まあ、たわいもない話もみたいなのがちょっと深まってきたのがこの何年かみたいな感じってことですかね。そうします。そうですね、まあもう吉野君は高卒で入ってずっとねプロで頑張ってやってきて、僕はまあ大卒だったので、そこら辺のところはね、いろんなこうプロ生活は違うところを行きながら、まあ、ちょっとチームとしては重なることはなかったので、それから引退してから、お互いがこういう仕事をしだしてから、共通点がすごく増えて話す機会も増えてっていう感じですね。黒部さんから吉野さんを、まあ、ちょっと突っ込みやすいとかいろいろお話いただきましたけど、吉野さんから見て黒部さんってどんな方ですか？突っ込みやすいくはないですね、やっぱ年上なんで。いや話しやすいです、本当に何かあればこう黒部さんに電話してとか、いろんなこと聞いたりとか、状況を聞いたりとか、あと一番はね、やっぱりちょっと選手がね被るんですよ。ああ、見てるところの強化の方針として、はいはい、そこ見てたんですかっていう話を僕からすることは結構あるかな。黒さん、そこ僕見てたんですけどっていうふうに、なんでですかっていうのは。たまに強化部っていうのは結構会議あるんですよ。でその会議で会った時に、あれ富山さんってあの選手行ってますみたいな。でえなんでみたいな感じになって、で結構どの選手 J3 やったらどの選手いいっすかみたいな話になると、まあまあ被りますね。早いもの勝ちだろって行く時もあれば、逆にもう行かれてる時もあったり、そういうの多いですね。お互いそこは譲れないですからね。けどね、黒部さんは結構話してくれるんですよ。今この選手行ってるよとかで、いろいろ本当にざっくばらんに話してくださるので、じゃあ違う道行こうとか、いやここは頑張ってきそうとか、うん、ね、もうなんか駆け引きなくやってる感じですかね。なんかこういい関係ですよね、お互いオープンに正々堂々やり合うというか。いや、わかんないですよ、わかんない。まあでも本当になんだかんだこう大学生の新入団会見とかあるじゃないですか。はい。で今回も琵琶湖大のキーパーの子が、うち田中寛太っていう選手取って、で鳥取さんも鳥取さんでゴールキーパー取って、で結局その新入団会見で並んで一緒に会見してるっていうことがあったり、うん、本当にこういろんな意味でポイントポイントがね重なるというか、そういうことがすごく多くて、まあ、そういうのはすごくこうある意味情報交換たくさんできるので、そこら辺は本当にある意味こう何ですかね、いい関係性というか、まあ、クラブの規模もそうですし、それなりに近いところはあるので、もともと J2 にね2ついたチームなので、なんかこう悩ましいとことか共通点とかがほぼ似てるっていう状況ですので、結構ユーザーの方のコメントでもそのあたりオープンなんですねとか、意外と会話してるんですねみたいな結構来てますね。はい、そうですね、はい、うん、教科部長のお仕事とかね、見えない部分も結構あったりもしますからね、うん、やっぱり、はい、言ってもやっぱりサッカー界もそんなに広い世界ではないので、まあ教科担当の皆さんとはいろんな情報を、まあ今もねこういう状況の中でもどうしてるとかっていう連絡の取り合いっていうのはやっぱ結構密にしてる感じですかね。うん、やっぱりそこは持ちつ持たれつでもありますからね、うん、はい。でまあ、ちょっとチームの状況をちょっと先にお伺いしたいかなと思うんですけれども、まあ、現状、まあ、緊急事態宣言が発令された後、まあ、Gリーグ、まあ、その前ですけれど、Jリーグ開幕、J3 においては開幕が延期になってというふうになりまして、でまあ、なかなか練習も制限される中、で今ちょうどフェーズがまた今ちょうど変わるところで、こうまあ、段階的に、解除されていって、まあ、大多数の 都府県というか、府県ですね、今で言うと、が解除になってというような風になってますけれども、その間、ちょっとチームとして、
まあ、どんなことをやっていたりとか、結構まあ難しいところ、まあ、ポジティブなところいろいろあったと思うんですけれども、ちょっとそのあたりまだちょっと振り返るには早いですけれども、うん、どんな感じのこの 2ヶ月ぐらい過ごされていたのかなとちょっとお伺いできれば。はい、はい、富山は基本的にはその最初緊急事態宣言が出てる状況の時はやっぱり個別で、ランニングしたり、ただグラウンドあるので個別で走ったり、まあ、一人でボール持ってって蹴ったりとかしてもらってました。でそこから少し緩和されてチームをまあ4分割ぐらいですね、 4,5 人多くても6人グループぐらいで時間を分けて、コーチもなるべくちょっと距離を取りながら密を作らないようにってやりながら、まあ、今週ぐらいにちょっと2グループでチャレンジしてみようかっていうふうに少しこう少しずつ増やしていきながら様子を見ながらっていう感じで、まあ、今のところここまではやってきてます。黒部さんはその間選手とコミュニケーションを取ったりとかはされたんですか、頻繁にというか。いやコミュニケーションって単体取られたらそれ密だろみたいな話になっちゃったりするし、そうはい、ちょっとそのですね、まあ、会話というかこういうようなウェブ使ったりとか、はい、はい、今はやっぱり接触っていうのはなるべく避けてる状態を作らせていただいて、でとにかく感染をね、クラブ内で出さないっていうことが第一優先の中で、クラブハウスの中にコーチとかも入らないようにもしてもらってましたし、まあ、うちはたまたまクラブハウスの中に選手が住んでる寮があるので、まあ、そこら辺は少しケアしながらというか、すごく注意しながら、まあ、選手たちはもうね、同じ建物に住んでるので、家族みたいな、一家族としてやってる感じだったので、まあ、そこら辺はちょっと安心はしてたかなとは。グループになったとしても安心した上でやってました。うちは鳥取の方はいかがでしたでしょうか。はい、鳥取の方はですね、ずっとなかなか感染者が出てなかったので、まあ4月の頭もやってましたし、まあ、工夫しながらやってました。ただ4月の10日に初の感染者が出た状態になりましたので、4月11日から、5月の7日までは、活動休止というふうにしました。まあ、その間は基本的には、外出自粛というところで、まあ簡単なメニュー、トレーニングメニューはトレーナーの方から渡してもらって、ここでトレーニングをするという形ですかね。まあ、あとはこの Zoom がで全体でフィジカルといいますかフィットネスなところのトレーニングをやったりとか、あとはクラブとして何ですかね、勉強会、うちの本部長がちょっと IT 関係から来た人間がいます。高島というのがいるんですけど、彼が異業種の方を、ゲスト呼んでこうやって Zoom で勉強会とかもしてくれてましたね。で現在ですけれども、5月の7日からまずはグループ4グループ、キーパーを別と考えると4グループですね、実質フィールドは3グループで、7日からスタートしています。で1週間経った、第2週目は2グループにして、ちょうど今日から、第3ステージとしまして全体練習に移行しています。まあ、ただ感染リスクはちゃんと回避したガイドラインをチームとして作りまして、それを徹底のもと、現在はクラブハウスもロッカルも使用はしていません。ただ少しずつ、現在鳥取県の方もですね、1ヶ月ちょっとですか、もう感染者も出ていませんので、少しずつ戻していきたいなというふうには思っています。ちょっとね、こうなかなか難しい時期で、まあ、選手はもちろん不安な部分もあるでしょうし、コンディションがとかもある中、こうね、フロントスタッフの方もこう何ですか、普段やれてることができなくなるとか、まあ、地域貢献がなかなかストップしてしまうとかいろいろある中で、まあ、ちょっと普段できないことに当ててるところもあったっていうところですかね。そうですね、まあ、今できることをやっていくっていうことですよね、やっぱり。こう
その間、なんていうんですかね、クラブスタッフ、クラブスタッフというか、他のクラブの方とも、まあちょっとそちらのクラブ、どんなことしてるとか、こういうコミュニティとか、コミュニケーションとかも取ったりされたんですか、情報交換みたいな。やりましたね。やりました。はい。クラブ同士でもやっぱりどういうふうに練習していくとか、もちろん監督の中では、そうは言っても練習やりたい、やりたいって監督もいらっしゃいますし、それを今のこの状況でどういうふうにしていくかとか、いや、今ちょっともうちょっと我慢してくださいっていうチームもあったでしょうし、本当に、いやいや、今無理だ、やめとこうっていう監督もいらっしゃいますし、まあ、僕ら、強化っていうところはやっぱり選手のことも考えながらも監督のクラブの、ね、やっぱ現場のトップの意向も考えながら落としどころを見つけなきゃいけないので、まあ、本当に監督さんによってはすごく大変な強化の立場の人もいますし、そこら辺は いろんなチームによって監督によっていろんな境遇違うので、こうなんていうんですかね、あとチームで言うと、まあ、その開幕前で延期になったというところっていうのが、まあもちろん選手もそうですけれども、チーム全体としてもやっぱり結構いろいろな影響はもちろんあったと思うんですけれども、そこら辺の、なんていうんですか、こう、気持ちの整理の仕方とか、個人もそうでしょうし、グループ全体、クラブとしてみたいなところっていうのは結構やっぱり、気を使われるところもあったりはされたんですか。なかなか業務と違うところもあるかもしれないですけど。実際吉野君、俺聞きたいんだけど、このあのまま開幕してた方が良かった？どうですかね。まあ怪我人がいたりとかもあったので、そういう面では良かったかなとは思います。まあ、言ってもやっぱシーズン始まってこうチームがどうやって成長していくかっていうところが結構ポイントになってくると思うんですよ。なんでどうだって、まあスタートをしっかり、踏んでいく準備はしていました。まあ、僕らは正直ちょっと効果不効果は別としてもちょっと良かったなって思ってて、まあ、去年もちろんカタール富山を見て応援してくれてる方々には分かると思うんですけど、うちはやっぱり基本的にパスサッカーをしたくて、とにかくボールを持つ時間を長くしたいっていう監督のやりたいサッカーがある中で、少しやはりもうちょっと時間欲しかったなっていうのは思ってたんですよ。でなのである意味ちょっと少し時間ができたことで、まあ、もちろん今回個別でやったりとか、その自粛してる時間もあったので、そこら辺はちょっとあれですけども、少しチームを作る時間はあったことは、チームにとってプラスになってほしいなったし、なったのかなっていう思いはありました。こう元選手としてこういった経験、まあ、当然なかったことだと思うんですけど、そういうところちょっとおもんばかったりみたいなところはやっぱりありますか、はい、選手の気持ちにちょっとなってみるととか。いやメンタル的には相当きついと思いますね。実際試合がって僕自分が選手やってた時に1回だけあったのが福島の原発の時が多分3月の11ぐらいだったかな、はい、まあそこら辺で、その時がホームゲームの前の日 で僕らは何もわからないけどいきなり試合が中止になったっていう連絡があって、でやっぱり日本全体のことでは、ね、その感じない地域もありましたし、だからそういう意味ではあれが僕の中では初めてかな、いきなり試合がなくなったとかリーグ戦がどうなるかわかんないとかちょっとストップしちゃったっていうことはですね、うん、そうですね、あの時はそうでしたよね。ただ今回は世界中の話になってきてしまってるので、まあやっぱりそのまずは健康安全健康っていうところがね、やっぱ第一優先になってきたと思ってるので、まあ我々はフットボールで皆さんに何か与えられることがあるんだったらっていうところですけれども、まあ
そういう意味ではやっぱりいつ誰に移るかで、もしかしたら移してしまうかっていうあのこともありましたので、メンタル、選手のメンタルは非常に、その中でもやっぱサッカーをやりたい、早くやりたいっていう気持ちもやっぱある、あったでしょうし、1回、3回ですかね、延期、延期、延期っていうふうにあの通知、通達が来たのが、やっぱりそれはその度にやっぱり本当にこう、いろんな心配な不安だったり、まあ新人の選手だったら特にそうでしょうけど、あの気持ちになったと思いますんで、その辺の、まあ、メンタルの部分は本当に難しかったのかなとは思います。ただやっぱりこうやって少しずつあの再開したあのことによって、フットボール の, あの素晴らしさっていうのは選手自身が多分もしかしたら一番感じてるかもしれないし、やっぱ我々はこのフットボールで、何かを皆さんに伝えられるようにしていかないといけないのかなっていう風なこう段階に入ってきてるのかなっていうところは少し、やっぱりみんなボールを蹴って仲間とボールを蹴るっていうことの、重みというか大切さっていうのを今多分あの全選手が感じてるのかなっていう風には思います。はい、ありがとうございます。でちょっと、まあ、まあ現状はちょっとお伺いしたっていうところなんですけども、まあお二方ともに強化部長とこういうことになりまして、まあ、なんとなくその強化部長っていう肩書きもそうですし、まあ、チームの強化方針とか決めたりとか、選手獲得とかで動いてるのかなとか、まあ、こう漠然としたイメージは皆さんも見てる方もお持ちだと思うんですけど、まあ、具体的にじゃあ何してるんだろうみたいなところも、ちょっと分かる部分、まあ、当然話せることもあると思う、話せないこともあると思うんですけど、まあ、まずは通常、まあ、普通に開幕してたらっていうところも含めて、まあ、開幕前こんなことしてます、シーズン中こんなことしてますみたいなの、まあ、ざっくりで結構なんですけども、どんな感じのお仕事されてらっしゃるんですかっていうところぜひ伺いたいなと。鳥取さんってスカウトっていないよね。いないですね。まあ、多分僕と境遇同じで、今だいたい3月の頭は大学の伝送カップっていうのがあるんです。で、まあ、一番大学の今中で有力な選手たちが出る、まあ、地域対抗戦みたいな大会があるんですけど、大体そこにスカウトのみんなが集結して、まあ、今年の大学生で誰がいいんだみたいなのをスカウトする。で、まあ、今回ちょっとコロナの件でそれもなくなってしまったりとかいろいろありましたけども、まずそこでチェックをするとか、で逆にそこでも逆にいろんな情報交換しながらっていうところもありますし、その J3 のチームっていうのはスカウトっていう単体の役職の人を置かないクラブがやっぱ多いので、僕とか多分吉野くんなんかは強化部長っていう立ち位置でありながらもスカウトに行くこともありますし、 そこら辺はもう本当に併用しながらというか、もう仕事が何個も何個も重なりながらいろんなところをカバーしながらやってるっていう状況、なんとなく同じ感じのスタンスでやってるんじゃないかなっていう想像はつきますね。いかがですか、鳥取吉野さんは。そうですね、まあいろんなことを兼務しながらやってます。まあスカウトもそうですし、まあ時にはやっぱりマネージャーみたいなこともやらないといけないですし、まあその辺は一緒なんですか、富山さんは。いや、僕はマネージャーのところはマネージャーさんにやっていただいております。あ、そうですか。はい、他のところで、まあ、そうですね、うちはしっかり一応人数いて、で任せられるところは任せるし、ただ会社とのやっぱりパイプ役のところも僕らはあるから、うん、そういう例えば社長がこういうふうに思ってる、じゃあそれをどういうふうに現場に落とそうか、でも監督と現場はこういうふうに思ってますよみたいな、そこら辺のちょっと会社でいうね、やっぱ中間管理職みたいな仕事でもあるので、そこら辺をどういうふうに噛み砕いてお互いにストレスないようにやってあげるかみたいなところはちょっと大変な仕事な部分でもあるかなと思います。ちょっと中間管理職って言うとあれかもしれないですけど、調整役みたいな感じですかね。そうですね、うん、そんな感じです。そうですね、選手も入ってそこに入ってきますからね、やっぱり、はい、クラブの意向と監督スタッフ、それから選手の意向をどうこうマッチングしていくかっていうのは楽しいですけど、まあ
難しいし、それがね、あのスタイルとか成績にも関わっていくので、奥深いですよね、そこは。はい。あ、三井のりしささんと竹下さんからです。いただきましたね、ありがとうございます。あとは選手からフロントスタッフ大変だっていうところもコメント来てるんですけど、まあ、転身するにあたりみたいなところですかね。はい、久保さん、その辺は いかがでしょうか。こう選手寄りになっちゃうちょっと気持ちがとか、例えば逆にこう距離を空けなきゃいけないっていうことを気遣いすぎちゃうとか。そうですね、まあそれはありますね。もちろん自分が選手をしてたから分かる部分もあるとはいえ、あまりそこに助言もアドバイスもやりすぎて現場の邪魔になるってことはしたくない部分もありますし、そこら辺はちょっとこう自分が例えば現場はこういうふうにしたいって言ってるのに、自分の思いだけでこれがいいんじゃないって言っちゃったら選手はどっち動いていいか分かんないっていうこともあるので、なるべくやっぱりうちはもう足立監督はすごく経験ある監督なので、やはり足立さんにそれなりに現場も任せてますし、その中でいろんな監督は監督で経験あるので、僕のところにもしっかりいろんな話もしていただけますし、その中でこうどうやっていこうっていうことも含めて僕の目線にもなって考えてくれる部分もあるし、僕がいやでもこうじゃないですかって言ったこともやはり経験ある方ですけど、やっぱり耳傾けて聞いてくれるところもあるので、そういう意味ではすごく監督の、ね、今のうちの監督にもう全面的にその現場を任せられるかなっていう中で今うちのチームは進んでいけてるなと思ってます。選手との距離とか距離感とかっていうのはどんな感じですか？亮さんは近いと思う、うちの監督は。黒さんはどうなんですか？俺はけどあんまりこう友達感覚とかそういうスタンスでは望んでないかな。基本的にはやっぱりこう一つ線は引いてる感じのスタンスではいるし、ただ話をするときとかはまあこんな感じでいつも通りどうなのってプレーに対してこういうとこあるんじゃないのって、こういうことできないとかこういうことチャレンジした方がいいんじゃないってことは普通に言うけど、でもあんまりその思ったこと何でもかんでも言ったことはないかな。ちょっと距離を空けながら話してる感じですね。難しいですよね、そこって。なんかいろいろ試してるけど、どれが正解なのかって正直わからないし、こっちがいいと思ってても、ちょっと向こうは違ったりとか。で、選手は、まあ、選手をやってたからわかることもありますけど、やっぱりそのね、時代も違いますしね。そのコミュニケーションの取り方って、あ、なんか難しいなと思いながらやってるんで、黒田さんどうかなと思ってちょっと質問させていただきました。そうだね、やっぱりこう年齢経てば経つほど元選手だって自分も思ってるしっていうとこあっても、なんか1年1年経てば経つほど気がつけば選手と距離が少しこう年齢差が離れてきて、なんか考えてることとかどう思ってるのかなっていうのは本当に毎日こう遠目から探ったりとか、こいつどういう感じで練習してるのかなとか、どういう思いなんだろうとかは本当に分かんないですね、なかなか難しいです。顔は見ますよね、朝の顔。多分これね、僕ね今選手見てるっていう言われたんであえて言うんですけど朝の顔は見てます、練習の入りの。俺はね、一番選手何見てるかって言った時ね、人にこう、こうした方がいいんじゃないとか、コーチが監督がこれこうしようよって言った時に、その瞬間の顔色よく見てる。どういう反応するかね。そう、例えば、俺そんなんじゃねえよってムカついた顔する時もあれば、ああ、そうかって、わかりましたみたいな顔するやつもいれば、何にも言わねえけどこいつ腹立ってんだろうなみたいな、次のプレーで大体わかるみたいな、そう、なのでそういうのを見ながら大体こいつがどんな選手なんだろう、どういう時に腹が立つ選手なんだろうみたいなのは、だから俺も自分が話す時にこいつにはこういう話し方した方がマシなのかなとか、この方が入るかなっていうのは一生懸命こう何にも喋んないけどずっと
こそこそ見てる。こう、あれですね、そういう意味もでも強化ですよね。選手のパーソナリティを知って、うまくピッチ上で表現させられるようにこう持っていくみたいなところも。はい、うん、まあ、どこまでできてるか分かんないですよね。そう、それなんですよ。それなんです。今これ選手がおいおいおい。そうそうそう。言ってますね、多分ね、うん、多分言われてるだろうなって言ったからもう、うん、あの、まあ、僕のスタンスは遠目から見守ってるよって今言うことだけど見てるぞっていう、うん、そうですね、うん、多分ちゃんと見てるってことは大事かなっていうふうにやっぱ思いますよね。吉野さんはちなみに距離感はどう分析されてます？自己分析もうフラフラです。いろいろ模索してますけど、どれが正解かは全く分かんないです。けど、まあ話はする、コミュニケーション、黒さん言った通り、コミュニケーションは取るようにしてるのかな？聞いてる多分選手たちはどう、ん？って言うかもしれないですけどね。けど見てるってことは大事にしてます。こう、逆に言ったら、グラウンドの端っこにいるけど、一番反対側見てるとか、こう、何気なくただいるけど、なんか、多分あそこ見てるんだろうなっていうところは見てないです、多分。意地悪なんですね、多分ね。ただそこにいるとか、練習をちゃんと、まあもちろん他の業務は ある時もあるので、基本、全てずっと一緒には いられないですけど、基本的にはやっぱり、こう、選手の日常を見る、スタッフの日常を見るっていうことは、大事にはしてます。ちょっと、久世さんの質問はちょっと後でしようかな。アーイーさんから、お二人が見てて伸びる選手と伸び悩みそうな選手って違いありますか？来てますね。そうですね。まあ、伸び悩むはなかなか答えづらい部分もあるかもしれないですけど。伸びる選手は、人の言ったこと一回聞きますね。多分。で、例えばこうした方がいいんじゃないって言ったら、一回は聞いてみて考えてみる。でもし自分にとってこれ必要ないって思ったらやらなくていいんですよ。ただ言ってるはうるせえだけでシャットアウトする選手は多分なかなか伸びないんじゃないかって。伸びる選手の逆に共通というか、人が言ったことをとりあえず聞いてみる、やるやらないは別にしても一回消化した上でいるなら取り入れる、いらないならやっぱりいらない、やらないっていう単純なことかもしれないけど、その一瞬の受け入れをできるかできないかっていうのは大きな違いになるんじゃないかなと思います。うん、吉野さんもどう意見ですか？そうですね、やっぱ欲がある選手かなと思います。そこが一番かなと思います。貪欲とか、こうなりたいとか、こうなっていきたいとか、そのためにはっていうふうに、まあ、黒さんが言ったのと多分同じだと思うんですけど、そこでどういうふうな反応するかが黒さんのところだと思うんですけど、まあ、根本的なところ、サッカーで上に行きたいとか、長くやりたいとかっていう、やっぱりその欲が、こう、成長につながるのかなっていうふうには思ってます。なるほど。はい。ありがとうございます。で、こう、まあ、ちょっと共感し合えるところとかは結構いろいろ前聞いてきたかなと思うんですけど、ちなみに、強化部長っていうお仕事してて、一番嬉しいなって思うことって何ですか？まあ、例えば自分が目をかけて連れてきた選手が花開いてくれたとか、もっとそうじゃないところで喜び感じたりする部分もあると思うんですけど。そうですね。まあ、やっぱり、自分が本当にこの選手と思って取った選手が活躍したらそれほど嬉しいことはないですよね。もちろん J3 ってカテゴリーなので中途半端にすごい変な話ですけど、活躍しちゃうと上に引き抜かれちゃったりとか、おいおいってこれからだろうみたいな時にチームから離れる、まあ、もちろん個人のことを考えるとそれは頑張ってこいよって送り出してあげるべきだと思うんですけど、この仕事をしてる立場で言うと
もう1年いてくれよみたいな、もう1回頼む、あと1年だけ頼むみたいなことは、やはりチームでせっかく育てたのにっていうのは、まあ、鳥取さんなんかブラジル人でね、すごい活躍したシーズンの時とかに、バッてレオナルドとか移籍したりとか、まあ、しょうがないこととは思いますけど、やっぱ得点源いきなり失っちゃうことがあったりとか、まあ、そういうのは、やっぱこう嬉しいけど、反面こう J3 だからっていうところで悲しいところでもあるし、応援してあげたいって思いと、なんか複雑な感情にはなりますよね。うん、これあるあるですかね、どのクラブさんも、まあ、下のカテゴリーになるほどというか。そうですね、まあ、でも若い選手を、まあ、鳥取さんもそうですし、僕らもそうですし、今回だったらうち浦和レッズさんから池高信樹っていう選手で、フロンターレさんから宮城天っていう高卒1年目と2年目の選手をお借りしてるんですけど、やっぱり彼らなんかはどういうふうに育っていくんだろうなとか、まあ、僕らのチームをどういうふうに位置づけるかっていうのはありますけど、ひょっとしたらステップっていう形になるのかもしれないし、ただ僕ら彼らにはカターレ富山のためになんて言うつもりはないよと、ただ自分たちがサッカー選手として上手くなるためにカターレ富山を利用するって形でもいいんじゃないって、ただ結果的にその成長が自分富山のためになってるし、最終的にはフロンターレレッズのユニフォームを着るためにうちでチャレンジしようって言って、それに対してこう頑張るって言ってくれてね、こうプロのスタートの1年目2年目の大事なところを僕らに預けてくれるクラブもそうですし、そういうところはすごくなんとか育てなきゃっていう思いと、もちろん監督もそういう思いも伝えた上でこうお借りしてるので、そういう選手がいたり、やっぱり最後の最後でサッカー選手もう1年やりたいっていうベテランもいたり、いろんな思いでこう J3 に来てる選手はたくさんいるので、まあ、そういう選手たちのいろんな思いがある中でこうシーズンが始まるときはね、そういう人それぞれのこうなんていうんですかね、志を全体的に見ながら、こうこの1年どうなっていくのかなっていう希望だったり不安のところをこう僕らはいつも見ながらキャンプスタートしたりとかねしてますけどね。こうそういったところで自分のクラブに来た選手が、まあ、戻ってさらに大きくなってっていうこの流れができると、 あそこのクラブに例えば預けてみたらものすごくこう伸ばしてくれるようなっていうようなこうイメージがつくっていうことになっても、こうこれはプラスのことになりますね、クラブとして、うん、そうですね、まあ、そう、結構ね、川崎とラインができたことが嬉しいですっていう富山サポーターの方もいらっしゃいますかね、はい、あ、これは富山サポーターさんですかね、かなと思います、ね、ですよね、はい、この書き方は富山のサポーターさんです、はい、そう、黒部さんも今、ね、コメントご覧いただいてますからね、はい、はい、僕こっそりコメント見ながら喋ってなんか面白そうなネタねえかなと思ってこう質問はね後ほどします、伺いますからね、はい、でちょっと、まあ、今期こんな選手来たんですよってお話が今黒部さんからも出ましたんで、ちょっとまあ両チームの、まあ、チーム編成というか、まあ、こう2020年、まあ、どういった狙いがあってとか、まあ、お互いの印象なんかも聞ければいいのかなっていうふうにちょっと思うんですけれども、ちょっと番組の方で以前 J3、話した時にちょっとインアウトリストみたいなものを作っていたので、ちょっとそれの転用になるので、フォーメーション一応入ってるんですけど、それはあくまでもこっちが考えているものなので、実際のピッチでそれがなっているかは黒部さんも吉野さんも監修してないっていうことを踏まえてご覧いただければと思うので、うん、じゃあちょっと裏方ミッシー、じゃあ富山さんの方からいきましょうか、ちょっと出していただけるとはい、出ましたね、はい、何度も言いますが、フォーメーションなどなどはサッカーキング編集部で作っているものですので、クラブさんはノータッチです。はい、まあ、足立監督3年目ということになってまして、まあ、インアウト、まあ、10人以上入れ替わっているというような状況になっておりますけれども、黒部さん的にはこう自分のチームで、はい、まあ、注目してもらいたいポイントとか、まあ、まあ、パスサッカーみたいなところを志向しているっていうのはお話いただきましたけれども、ぜひなんかおすすめポイントとかあれば、はい、
そうですね、去年うちは後半戦に入って成績がこううなぎ登りというかいい矢印を上に向けてシーズン終われたんですね。でもちろんパスサッカーがこう浸透してきたっていうのもありますし、ただやはりより攻撃的にやりたいっていうところもあるので、まあ、一番前は竹早手って選手を獲得させていただきました。で中盤にも白石っていう選手が抜けちゃったので、そこに戸高博樹を獲得させてもらって、で後ろのところがやはりちょっとまだゴールキーパーベテランの榎本哲也がいて、やはり彼は結構大事な支柱だったので、彼の代わりのところをどういうふうに埋めるか、でセンターバックと左サイドで、もう一人キーポイントだったやっぱり前島洋太という選手いなくなったことも少しやはりチームにとっては苦しいところは正直ありますが、ただ新しく来てくれた選手が一生懸命頑張ってくれている状態かなってイメージですね。まあちょっとね、まだピッチで表現するのはもう少し先ですけれども、これでまた始まってどういうふうに成長していくかっていうのも楽しみですよね、チームとして。そうですね、さっき言ってた高卒で、ね、その若い選手が2人いる、で大卒で法政大から2人取らせてもらってる、即戦力になり得る選手たちもいたり、まあ、去年の軸の選手たちがいて、ベテランの選手も獲得しましたし、本当にどういうふうにチームがこう作れていくのかなっていうのは未知数ではあるので、ただ楽しみの方が多いかなと思ってます。これなかなか聞く機会とかないんですけど、吉野さんから見て富山のチームとか見てちょっと印象とかもしあれば。私が富山をさんを語るのはちょっとおこがましいんですけどね。まあ、とはいえこう開幕戦でやるっていう、ね、予定だったりもしましたから。はい、もちろんいろいろと、はい、鳥取なりに分析はしてます。ただやっぱり J3 でもやっぱもうトップクラブですよね。いろんな攻守においてのバランスがやっぱりいいですし、一人一人のクオリティの高い選手が揃ってますんで、こう、あとはやっぱり J3 の中でも僕が感じたのは、相手に圧をかけられる、意外とパスタッカーを志向してるって黒部さんおっしゃりましたけど、それもあるんですけど、一瞬のこの圧をぐっと全員で出せる感じは、足立監督がなってからは特にですけど、対戦相手としては感じるし、やっぱそこってこう相手に圧力をかけられるとか、圧をこう与えられるっていうところは結構大事だなって僕も思ってるので、お手本にしています。黒部さんという評価でしたけれども、いやありがたいですね、そんなに言っていただいて。まあ足立監督もここで3年目になって、本当に選手たちが監督がやりたいサッカーっていうのをそれなりにこう分かってきてっていうところもあるので、まあ本当に今度は、ね、その内容だけじゃなくて結果もって思ってるところはみんな選手も監督も含めて思ってますので、その吉野君が言ってもらえてるぐらいのね、結果も伴えばいいなと思ってます。はい。ということで、ちょっと鳥取の方もありますので、鳥取のスカットもちょっと出していただければと思います。サイドになりますが、フォーメーションは編集部で考えているものなので、吉野さんが監修しているものではございませんと。はい、そうですね。はい。ということで、はい、鳥取高木監督2年目になりますかね。はい、吉野さんから、このチーム、まあ、ポイントとか、はい、ぜひ見てほしいポイントなどあれば、はい、いただければと思います。そうですね、我々も富山さん同様パスサッカーを志向しています。それからやっぱり攻撃、まあ、クラブ気質なんでしょうね。やっぱ攻撃に重点重きを置いているクラブだなっていうのは、まあ、我々一番感じてるんですけれども、まあ、ただやっぱりこう近年冷静に見た中で、まあ、ちょっと失点数がやっぱどうしても増えてるっていう現状があります。過去10年ぐらい遡ってデータを見てみたんですけども、2010年かな、 JFL から、昇格した時は
と、あともう1年ぐらいしか、失点数が得点数を上回った時がなかったので、まあ、これはクラブ気質だなと思いましたけども、やっぱり後ろ、失点をしないってことは、こうな、リーグ戦を戦っていく中で、非常に大事なことだなっていうのは、私含め、社長、そう、岡野も含めですけども、まあ、いいところを残しつつ、やっぱりそこは改善しないといけないというところで、基本的には2020シーズン、プレーシーズンはですね、後ろの選手を重点的に、リサーチして獲得しました。沼津から藤原拓也、八戸さんから小牧とかですけども、やっぱりあとはキーパーですね。ゴールキーパー、3人体制でやってましたけれども、3人とも総特会をしています。ガンバから田尻選手、それから福留選手、シンガポールにいましたけど、で、あと、富山さんと一緒、琵琶湖大から、はい、糸原幸四郎。福留と、糸原はですね、鳥取県出身の選手でして、そういうことも含めなんですけども、一応、やっぱり地元の選手、っていうのは、僕の中でも追ってる一つなので、徐々にですけども、やっぱり、こう、地元の選手が、こう、躍動していくっていうところも踏まえ、いろいろ編成をしていきたいなというふうに思っております。で、ブラジル人のところに関して言いますと、岡野、まあ、もちろん僕も入っていますけれども、はい、岡野を中心とにしてリストアップした、ジョアン・デルソンっていうの、選手が加入してくれました。それから、あと、ハモン選手は、FC 琉球から、期限付き移籍というふうな形になっています。はい、攻撃のところは、まあ、残しつつ、後ろを少し、こう、強化していくっていうところ、まあ、特にキーパーのところは、やっぱり重要ですよね、黒さんね。うん、そうですね。キーパーは最近、僕らの時代とは違って、より本当に仕事が、やらなきゃいけないことが多くて、本当に重要なポジションになるなとは思ってますね。ただ逆に、ね、はい、はいはい、どうぞ。本当に琵琶湖大のうちの糸原幸四郎と富山さんの田中寛太君、2人とも本当に能力高いって本当に思ってまして、その2人がね、プロになってこれからどうなっていくかっていうのも逆に言ったら本当に楽しみだなと。入団会見の時は思いましたね。そうだね、はい、なんか同じようなこと言ってたもんね、入団会見でそうですよ、うん、なんか俺ら二人ともオーラで決めたとか言ってたよね佇まいもうキーパーの前に立ってる佇まいでいけるって言ってね、うん、まあ、キーパーそれ何年か後に分かりますね、黒さん、え、どっちが正しかったかもうカンタこれ見てんじゃねえか、頑張れよじゃあそうですよ、多分田中君も見てるだろうし糸原幸四郎も見てるだろうから、あえて言わせていただきましたこれも強化部長のお仕事ですね。そうです、はい、通った選手に頑張ってもらわなきゃっていう思いで伝えてますね、はいはい、黒部さんから見て鳥取さんのイメージはいかがですか、はい、そうですね、まあ今吉野君が言った通り、やはり攻撃的だなと。ですごくハテナが出ちゃうのはフェルナンジーノっていう選手がとにかく経験があって上手くて、はい、いつまで動けんだっていうハテナをずっと持ちながら、何年経っても同じプレーをし続けるんですよ。 そこがね、もう計算、なんか普通もうこの年齢だったら来年計算できねえかもって思いながら置くはずなんですけど、多分周りから見たらこの黒字になるようにここに綺麗に入っちゃうんですよね。だからそこはやっぱり彼の力だなと思いますし、ハモンとかジョアン・デルソンに関してはもう僕らも全く未知数で、まあ、彼らが本当に活躍するってことになるとやっぱ攻撃的ですごく恐ろしいなと。そこにボランチに中心のね、カニ選手がいて、案外魚里選手っていうのがセレッソ大阪のアンダー23にいた選手なんですけど、彼は彼で目立たないですけど、はい、なかなかいい選手っていう選手がこっそりここにいたりとか、うん、結構その中盤から前の方で、もちろん後ろの方が硬いなって言ってる通り、
僕が鳥取の立場でも後ろは課題って言ってたかなって思います。うん、なるほど。だからこそ一生懸命考えてどういう選手ならっていうのを多分クラブで考えて藤原くんとかを獲得したり、去年の中心選手でどういうふうに戦っていくかっていうのを一生懸命模索してるのかなと。ただ客観的に見れば一番やっぱ攻撃力怖いなと思いますね。やっぱボールを長く持たせれば持たせるほどやっぱ鳥取さんは怖いなと。だからこそそれを上回る、僕らがもし鳥取さんと戦うなら上回るボールキープ率というかね、ボール保持率をしていかないと苦しい戦いには絶対なるなと見てて思います。これいかがですか、スカウティングしてるなって感じされます？吉田さんから見てえ、このあれですか、黒さんが言ったこと、それともこの、はい、あ、黒部さんおっしゃったこと、はい、あ、もうありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。どういうことバレてますね、もう全部ね、さすがですね。いやでもこれ、ね、吉野さんが役者っていう可能性もありますからね、と言いつつみたいな。はい、あのなんだかんだね、俺は結構さっき言った通り喋るけどね、吉野くんわかんないからね、喋ってみようか。喋ってますよ、喋ってます。腹の探り合いですね。そうです、それが面白いところじゃないですか。そうですね、いい関係を保ちながら、そうです、 あいつあんなことやってきたとかいうのも楽しい発見となりますからね。はい、はい、ということでちょっとスカッドの紹介方にしていただきましたけれども、まあ、両チームもちろんあの今シーズンの目標はあの昇格というところに当然なっていくとこういうことになりますけれども、まあ、今シーズン、その上がるために大切になることで、またね、まあ、今日ちょっと J リーグの会見もあったりとかして、まあ、おそらく、再開っていうところの日程を決めていくフェーズに入ったようなことを言っていたので、まあ、7月なのかっていうところが、まあ、一旦多分見えてはくると思うんですけれども、開幕が何があの大切になっていくかなっていうふうに感じていらっしゃったりされますでしょうか。どうですか、吉野さん。おっと、先に言わせますね。はい、2点ありまして、はい、1点目はやっぱりコンディション、多分日程的にもだいぶ詰まった日程になると思います。それを踏まえて、もう本当総力戦だなっていうふうに思ってますんで、いかにこの、まあ、多分水道とか水日とかアウェーアウェーとかいろんなことが想定されると思うんで、そのコンディションをしっかり作るっていうところが1点目と、あとはもう対応力、いろんな状況に変化にどんだけチームとして、それから、まあ、もっと大きく言うとクラブとしてその対応していけるかどうかっていうところが結構大きなポイントなのかなっていうふうに思ってます。3点目は内緒にしておきます。おっと、出ました。どうぞ。じゃあ俺始まってからの楽しみですね。はい、いや、先に言わすんじゃなかった、マジで。似てました。はい、言われたと思いました。やはり今回、7月、8月とかに再開できたらいいなっていうイメージでは期待もしてますし、思ってますけど、やはり試合が連戦になって、とにかく選手全員の質がとにかく高いチームが昇格に一番近づけるんじゃないかなと思ってます。で、うちはそういう意味では監督とも話はしてるんですけど、それなりに選手は戦えるメンツはいるんじゃないかっていう期待もありますし、そういう意味では全選手がとにかくギリギリラインで体を鍛えながら成長しながら怪我をしないでシーズン乗り切れるってことがもしできれば、うちは本当に昇格っていうラインのところに手が届くんじゃないかなとは思ってますので、まあ、そこですね、その連戦のところとか選手の怪我とかそういうところが総力戦っていうのが一番多分今年の一番大事なキーワードになるなと思ってます。はい、でね、また強化部長のお仕事としてはシーズン進んで、まあ、実際問題レギュレーションもしかしたら変わったりする可能性も出てはきますけど、ね、シーズン進むにつれて、またウィンドウが空いてっていうところで、仕事をする必要が出てくるかもしれないですしっていうところももしかしたらポイントになるかもしれないですね。
そうですね、まあ、ウィンドウがいつになるのかとか、今いる選手たちが本当にどこまで戦えるのかっていうことすらまだわからないので、はい、もう何とも言えないですね、今は。うん、本当に総合力というか、対応、今おっしゃっていただいたような対応力というか、結構もう、一日一日状況が多分変わっていく中でシーズン進んでいくと思うので、うん、まさに総力戦というところですかね、両チーム。うん、だと思います。はい、うん。だと思います。はい。僕がなんかまとめちゃった感じになっちゃいましたけども。はい。いいじゃないですか。すみません、まあ、結構お時間も来ているので質問も行きたいなと思うんですけども、ちょっと伺ってなかったなっていうところで、さっきデンソーカップが、まあ、なくなったっていう話いただいて、まあ、総理大臣杯も大学生でいうとなくなって、まあ、高校生でいうとインハイがなくなってっていうところもあって、地域大会も、プレミアプリンスも後ろ倒しになってっていう状況で、結構スカウティングとかそういったところも大変な仕事になるのかなと思うんですけれども、強化部長としてこのあたりはいかが捉えてらっしゃいますか？難しいよね。そうですね、やってないから多分黒さんも、まあ、みんなそうだと思うんですけど、大学4年生高校3年生だけじゃなくて2年生3年大学だったら 3-2-1 でもう最初に目つけといてリストアップはしてると思うんですよ。その子たちがどうなってるかっていうのがやっぱ見る機会がないので、そこはちょっとなんか大変だろうなって思います。そうですね、うちなんかは本当にうちのクラブでちょっと初めてのチャレンジで、今度大学3年生の新潟医療福祉大の選手を獲得したりとか、ちょっといろんなチャレンジをさせてはいただいてはいるんだけど、今の4年生リストはもちろん去年からずっと見ててなんとなくこの選手ってのはありますけど、確認ができなくて、で練習参加とか練習呼びたいって言っても今のこの状況で呼べないし、なかなか仕事がはかどりません。まあ、難しいですよね、こうね、そればっかりこうやってみて再開してみないとわからないところですからね。また次来ていただいたときにちょっと状況どうなりましたかっていうのを伺えればと思います。そうしました。はい、了解しました。そういう機会があるのを楽しみにしています。はい、ぜひよろしくお願いします。作っていただけるの、はい、ぜひぜひ、はい、お二人の声が聞こえやすくてすごくお話もうまくてっていう声もいただいてます。はい、第2回があるってことですかね、これは。これは見えましたね。はい、これだけど結構あれですよね。はい、あ、どうぞどうぞ、いいですよ。あ、大丈夫ですか。質問いただいてたところでちょっと先の方前の方でいただいてたところなんですけど、ちょっと面白いなと思ったのは、それぞれのチームから取りたい選手いますかっていうのが来たんですけども、具体名を言うといろいろあれだと思うんですけど、いるいないだけでももしあれだったらいますか。なんかでもうちでいう花井翔選手とカニ君とか似てない？まあそうですね、まあ2人とも素晴らしいテクニックを持っている子たちなので、だから逆に言ったら年齢も花井君は今 上じゃない、でも翔は30とか31ぐらいじゃないかな。ですよね、まあカニも29かな、今年30になるのかな、なんで多分学年も同じぐらいなんで、彼らにはやっぱりこっからもうね、一段階というか戻ったところまで行ってほしいなと思いますよね。そうですね、だからたまに試合によっては鳥取の試合なんかカニ君いなくなったらちょっとあれってコントロールできない試合があったり、うちも生涯仮に抜けちゃったら落ち着かない試合になっちゃったりするのかなとか思いながら、まあ、2人並ぶとちょっとどうかなって思ったりするけどね、実際。確かに。2人とも守備面ちょっと不安じゃない。選手見てます、ね。まあ、そこは勝利はそこさえ頑張ってくれれば、もう彼は信頼できる選手になるので、守備は頑張れっていうことは期待を持って今喋ってます。はい。ということで、まあ、お互いのチームはやっぱり見てますね、ということですね。はい。あとは外国人選手獲得するときの何か
ポイントとかあったりするんですかって来たんですけれども、これ多分吉野さんの方が多分大きいのかなと思ったりするんですけど、これ吉野さんに任せます。そうですね、うちのブラジル人選手はやっぱり岡野が中心となっていってますので、まあどうでしょうね、レオナルドに関して言うと、岡野が2泊4日だったかな、2泊4日弾丸ツアーで現地まで行って、でやっぱり野人ですから、はい、感じるもんがあるんでしょうね。レオナルドと喋って、もうボールがあればいいと、どこにでも行くという言葉と、あとやっぱりこの雰囲気だったりっていうところを感じ取って連れてきたので、やっぱり岡野の目ですよね、そこは。でそこを信じながらブラジル人は継続してやっていってます。まあ、あとはやっぱりブラジル、彼らがよく言うんですけど、鳥取県のこの地域がですね、自分たちの地元によく似てると、海があって山もあってでっていうところで、すごく気に入ってくれてるっていうのは結構大きいかもしれないですね。環境はやっぱり大事ですよね、そういった、うん、プライベートの時間も長いですから、多いですから、うん、はい、黒部さんからは特にないですか？外国人ですか？はい、うちにも一応ルーカスっているんですけどね。はい。で、彼なんかは、最初練習、ブラジルから練習参加に来て1週間、富山のこのクラブハウスに住んで練習したんですね。で、帰るときに、一回帰って、まあ、撮るか撮らないかみたいになったときに、富山に練習来て、何が嬉しかったって、何が良かったって聞いたら、食堂でコーヒーがタダで死ぬほど飲めるって言って帰ったんですよ、うん、もうそれ、コーヒーがいつでも飲めるこの環境はいいって言って、でオファー出してくれるなら俺はやりたいって言ってオファー出しました。何がハマるかわからないですね。まあもちろんプレーで結果出してくれてたのもありますし、はい、実際今なんかは通訳なしで、うん、一人でみんなの中に入ってやってるので、まあ、大変なのを承知で、いなくて追い込まれた方がやっぱり喋れるんじゃないかっていう思いもありまして、うん、本人もそれはチャレンジするっていうことでなんとかやってますけどね、まあ、携帯使いながらこう訳して LINE のやり取りとかも一生懸命僕とさせてもらってますけど、まあ、一人だから大変だろうなと思いますけど頑張ってくれてます。こう頑張ってくれる姿勢を見せてくれたりとか、そのチャレンジするよって言ってくれてるっていうことが何かこうやっぱり取るっていうか、この後も一緒に戦いたいって思わせてくれるポイントにはなりますね、やっぱり。そうですね、僕鳥取の今までのブラジル人の選手たちの性格とかよくわからないですけど、うちのルーカスマジで優良な外国人選手だと思いますよ。もう真面目です、本当に真面目。なんか、うん、なんていうんですかね、ブラジル人らしくないというか、うん、はい、すごく楽です僕、うん、困ったことないですもん。それはすごいですね。なんか一つのポイントとして、はい、うちはやっぱりこのなんていうんですか、まあ、さっき僕欲って言いましたけど、やっぱハングリーなブラジル人っていうところは一つポイントにあるかなっていうふうには思います。まあ、一国の地に来てる時点で、まあ、その辺はやっぱ強く思ってるでしょうけど、やっぱブラジル人そういうところやっぱり強いん でうち今言ったら、今年の平均で言うと 23.8 歳なのかな、若い選手すごい多いんですね。なんでやっぱりそういう姿勢もやっぱ学んでってほしいしっていうところもあるのかなっていうふうにはちょっと今話を聞いてて思いましたね。大変なこともいっぱいありますけど、けど彼らのこう、ここで、まあ、レオナルドなんてまさしくそうなんですけど、ここで、ね、這い上がってやるみたいな、やっぱそこは大変でしたけどね。けど、やっぱそういうところのハングリーさっていうのは、やっぱ日本人にはちょっとね、やっぱ足りないところでもあるってよく言われますけど、
なんかそういうところは一つポイントとしてうちとしては持ってる部分ではあります。はい、ちょっとお時間10時過ぎたのでちょっとまあなんですけど、ちょっと最後に多分ちょっと学生さんなのかまだ若い方なのかちょっと質問があったので、まあこれなかなか2人選手としての経験があった中でクラブスタッフになっていらっしゃるので、ちょっとまた別なところだとは思うんですけど、将来 J リーグで、マネージャーを目指していますと、目指していく上で大切なこと、必要なことありますかとか、差し支えなければ教えていただきたいですっていうコメントがあったので、ぜひ何かちょっと一言アドバイスをいただければと思いまして、ちょっとマネージャーっていうところが広いので、幅が監督のマネージャーなのかチームマネージなのかちょっとあれなんですけども、まあ、チームマネージの方かなと思うんですけど、クラブで働きたいっていう方だと思うんですけど、難しいなこれ。まあまずはやはり近くの J リーグチームとかでもサッカーチームでもいいですけど、どこかでその、まあ、自分はこれぐらい仕事できる、まあ、サッカー選手で言ったら練習参加したりとか自分がプロになりたいっていう意思をやっぱアピールするのと一緒で、本当にねこういろんなチーム、近くのプロチームでもいいから、もう扉自分で叩いてでもやらしてくださいっていうぐらいの熱意があれば、ひょっとしたら何かチャンスは開けるのかなとは思いますけどね。吉野さんからももし何かあれば。そうですね、今黒さんが言ったのが道筋だと思います。でマネージャーとしてはなんですけど、やっぱりいろんなことにこう目を配れる人がやっぱりマネージャーとしてこうやってくれてるのが多いのかなっていうふうには思います。こう一つのことだけじゃなくていろんなところに気を配る、目が行き届いてるっていうのが、なんかこういろんなマネージャーを見てきましたけど、そういう人がやっぱ多いかなっていうふうには思います。はい、ということでまだご覧になっていればぜひ参考にしていただければと思います。はい、ということでお二人長時間ありがとうございました。またぜひ途中でいただきましたけれども第2回第3回、継続で実施できればと思いますので、ユーザーの方からも結構J3 もぜひ定期的に取り上げてくださいっていう声もいただいてますので、お時間許す限りぜひご協力いただければと思っております。はい、こちらこそ楽しみです。はい、まずは再開に向けて準備がいろいろあると思いますので、そちらいろいろ大変なところあるとかと思いますが、万全な状態で開幕、迎えられるように我々も願っておりますので、はい、ということでお二人方ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。ということでエンディングに、入らせて、はい、いただければと思います。お二人からぜひ何かこれは最後話しておきたいというようなこととか告知などなどぜひありましたら、ちょっとまだね開幕日程も決まってないので開幕戦ぜひ見に来てくれというようなところぐらいしか言えないかと思いますが、ぜひありましたら、はい、はい、じゃあ僕の方から、はい、語れた山公式オンラインショップでは今シーズンのニューグッズを発売中です。急になんか別に形になりましたけど、オーセンティックシャツや富山が誇るドラえもんがユニフォームを着用したアクリルキーホルダーなど他にも続々販売予定です。カタール富山公式オンラインショップで検索してみてください。目の前にカンペがあります。はい、はい、目線が急に上を向きました。ありがとうございます。はい、皆様カタール富山公式、オンラインショップぜひチェックしてください。はい、吉野さんから何かありますでしょうか。はい、鳥取の方もですね、芝生を販売するオンラインストア芝生直売所をオープンすることになりました。先日ですね J リーグ、僕もカンペ見てますけどいいですか。はい、大丈夫です。J リーグ全56クラブの社会連携活動の中から特に社会に幅広く共有した活動が表彰される J リーグ2020シャレンアウォーズにて、ガイナレ鳥取の芝生生産プロジェクトである芝フルという活動がメディア賞を受賞しました。受賞に伴い、芝生生産プロジェクトで生産した芝生を販売するオンラインストア芝フル直売所をオープンすることになりましたので、ぜひ
今ですね、自粛等でいろいろと庭を手入れしたりとかもう流行ってるみたいなので、ぜひですね、J クラブが作る芝生を買っていただければなと思っております。それからですね、すいません、2点あります。はい、明日なんですけれども、シーズンパス会員限定のオンライン交流会、ジーズバーというのをやります。野人岡野だったり、先ほど言いました、高島本部長、それから私クラブスタッフがですね、オンライン飲み会、交流会ですね、をやりますので、ぜひご応募いただけたらなと思います。今日の、23時59分まで受け付けております。まだ余裕があるということなので、ぜひぜひ応募していただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひじゃあ視聴者の方はご参加いただいて、今日吉野さんがこんなこと言ってたよって野人岡野さんにチクっていただければと思います。はい、ありがとうございます。結構リンクそれぞれ、出しておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。番組からですが、明日明後日、土日はですね、収録動画が公開されます。倉敷さんと小沢さんによるリーガの、動画なんですけども、スペインメディアってこんな感じだよっていう解説動画が2日間に分かれて出ますので、ぜひそちらチェックお願いいたします。ハーフタイムはですね、週明け月曜日はミッシーがブラジルのサッカー情報を、今の情報を届けるということになりますので、ぜひそちらご覧ください。火曜日の週刊 J2 は林良平選手ゲストに、お招きいたしますので、久々のゲスト回となっておりますので、楽しみにしていただければと思います。はい。ということで、お二方、長時間、ありがとうございました。改めまして、またぜひ、ご参加いただければと思っております。はい、重ねてになりますが、まずは両チーム、無事な開幕と順調なスタートと、そして、昇格に向かって、ぜひいいシーズンになっていただければと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、番組この辺で締めさせていただければと思います。カターレ富山の黒部強化部長、ガイナーレ鳥取の吉野強化部長にお越しいただきました。ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。それでは皆様さようなら。ありがとうございました。